皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使第12回になります。あとは氏政が許してくれるかどうかだ。北条家と交渉いたします。あー、ダメだ、今回は無理だやってくれる？うちは武将不足で城に一人しか入ってないから、同時攻めされたら返せないんだよね。最高賞だけれど、こ米は渡せん。交渉まだだね。さあ、北の大国南部家とも同盟を結ぶことができたぞ。あとは今から来る北条の軍をどうにかしなくては。謙信に援軍頼むこともできないからな。米も温存しなくてはいかんし、こいつを速攻で倒して富士吉田城にダッシュで駆けつけよう。いいな、大人来たぞ。米をよこせってずっと言ってくる。拒否、断固拒否。米は渡せん。米渡したらまた攻めてくるだろ、貴様。北条家の軍勢が目前に迫っています。士気なさらずも我らの勝ちは揺るぎません。士気は取らない。はい、バカめ、砦があるからこっちの勝ちなんじゃ。はい、急げ。いざ参る。吉田城、あー、富士吉田城上限2万6000だって。これは守れない。捨てるか、富士吉田。あ、辻ヶ崎10万なんだけどやばい、これ守れん、ここの城。うーわー、これ何人攻めてくるんだ。敵2万6500か。一回ばらけるしかないな、これ。くそー、上杉に援軍出してもらおうかな。柿崎影家と天笠景持を援軍で呼んで、つつじヶ崎決戦か。全力で。ダメだ、もう北条と1対1やらされてる時点でもうほとんど無理。南部春政が関東を攻める気があるかどうかによるな。もう俺こんぐらいでいいかなって思ってたらおしまいなんだけど。内視安藤からとか、そういうこと考えてたら。安藤南部同盟だよね、でも多分。あ、結んでない。結んでないの？結んでないのにこんなに仲いいの？いやー、厳しいなこれ。富士吉田守りたいけど、まあ無理だよね。問題は富士吉田取られた後、つつじヶ崎中野まで取られる可能性があることだ。だから絶対軍差し向けるしかない。このまま行くか。いや、上杉援軍だな。上杉援軍でつつじヶ崎決戦だな。つつじヶ崎の手前なら7300とか1万1000でなんとか戦えるね。辻ヶ崎に陣取って敵が上がってくるようだったら前進してこの辺りで戦うと多少マシに戦えるかもしれないね。いずれにせよ1万2000人ぐらい持って辻ヶ崎に向かわないといけない。援軍を要請しよう。あ、上杉援軍要請できない。自分とこで忙しいからだ。おお、なんということだ。南部なんか遠すぎて意味ねえしな。いやー、これは厳しい。兵減らすべきじゃなかったか。いや、でもどっちしろ米持たんな。吉田渡すしかないね。これな、本体倒したからもう一回交渉してみるか。今度はなんかただで停戦してくれたりして、可能性はあるかもしれない。戻るぞ。
もう富士吉田城は無理だ。5万6000人の岡部元信軍は返せない。どう考えても。あともう講和が通るのを祈ろう。一応守りの部隊を送ってもいいな。ああ、もうダメだ、講和頼みだね。しょうがないな。いやでも今軍を起こさないと辻ヶ崎も取られちゃう。嫌で嫌でしょうがないけど起こそう。正直嫌だけど辻ヶ崎に向かおう。全軍で向かってる土地に講和が通ればそれでよし、通らなかったらやるしかない。しゃあない、全軍持っていくしかないね。とにかく部隊数を多くして。うちって武将これだけしかいないんだっけ。これで全員9人しかいないのか。行くぞ。これで辻ヶ崎防衛しよう。進め。宇治政が米なしでも許してくれるかどうかによる。ねえ、武田家、あ、信玄対謙信来た。魚津の戦いどっちが勝つ。あ、謙信が勝ったね。さあ問題の発生した。ダメだ、即落ちる。これ取られた、取られたな。くそ、悔しい。やばい、領土がどんどん減っていく。この数ヶ月の間に八方について富士吉田城まで取られてしまった。信長元気だな。あー、13,500 円で許してくれるって。でもなー、あ、しょうがないか。まあ、一月で 13,500 なら稼げるから。クソ、許さんぞ。宇治政めいつか復讐してやる。しょうがない、しょうがない。これもしょうがないわ。いや、もう無理だ。今、武田攻めとかできないかな？じゃあ。今なら北条は手出してこないぞ。で、うちは軍集結できた。なんかしなきゃ、このまま北条に攻め滅ぼされるぞ。もうまた来るよ、これ。この停戦中になんとかしないと。ただ今ちょっと今戦い終わったとこなんだよね。普通に信玄が来たら兵糧まで失ってしまうな。取れればいいけどな、取れなかった時が。いや、ダメだな、ダメだな、これ無理だ、無理無理、ダメだ。行きたくてしょうがないけど、攻め落とせる三段がなさすぎる、あまりにも。普通に信玄来るもん、今言ったら。信玄が忙しい時じゃないと。我慢だ、ここは我慢。耐えよう、じっと耐えよう。これ南部が北条と戦争始めてくれるかもしれないし、耐えよう。これって敵が接したからかな、準剣所と砦のレベルが下がった気がする。あ、待って待って、なんかやってる。あ、あ、これは家康が攻め込んだんだ。信長の援軍も出てる。光秀もいる、島左近もいる、信長も行ってる。第2回徳川家康対武田信玄の長篠決戦か。これは大チャンス。なぜならば上原城に100人しかいないからだバカめ、今でしょで、北条は今停戦中で攻め込めない。いけー、宣戦布告だ。悪く思うなよ、宣戦布告。力でねじ、よっしゃー、貴様の王道を阻んでやる。北条はまあ武田側につくよね、それは分かってる。上杉助力してくれるって。あ、南部も助力、いいぞ。あ、すごいすごい、なんか
戦国の世の嫌われ者だった長野家なのに仲間が増えてきた。おっ、兵糧1万3000もくれた謙信が。謙信いいやつだな、おい。さあ戦の準備だ。中野城にまず集まるんだ。部隊をばらせ、部隊数を多くするんだ。見た目上の部隊数を多くするんだ。あー、ちょっと徴兵しとけばよかったかな。城攻めだから兵は多く持って出よう。強行で城郭打ち破るときに減るからね。こんなもんかな。これで全軍行くぞ。行軍開始。出陣するぞ。さらに交渉でそろそろ同盟いけるんじゃないかな。まだか。あ、いけるいける、よし。安藤とも2年間の同盟を結んでおく。準備をしっかりと。ちょっと身の輪からだから集結するのに時間がかかるんだけど、戦闘の役に立つ包囲攻撃力上昇とかあるね。部隊移動速度上昇、無兵装攻撃力上昇、これいいね。あと伊達天部隊移動速度、よし。どうせできる施策なんてないんだ。あとこれ織田と徳川とも同盟結んでいかないとな。親善そろそろやらなきゃ。家康のとこにもなんか余ったやつ送っとくか。かしこまりました。仲良くしといて損ないもんな。もう北条以外とは全部仲良くしよう。家康とは本当は戦いたいんだけど、家康に攻め込んだら信長が来るからな。ビッグダディが攻めてくるからな。ん？信玄も、信玄軍用意してる。何人ぐらい出るって言ってくるんだ。あんまりでも用意できてないね。うん、5000人ぐらいだ。待機する。よし、行くぞ。これはもう打ち破ろう。上原城、上原高と、この辺りの城全部取りたいね。ここは山があって進軍できないんだね。ということはこの鎌原城を取ったらこっちには攻め込めないんだ。武田の首根っこを抑えに行くぞ。行軍開始。え、相手の兵数28,500って書いてあるように見えるな。思ったより出てるぞ軍が。あれ、おかしいな、おかしいな、ちょっと勘違いしちゃったかな。どうしようかな。こっち行ってみるかな。こっちの方がいいまであるな。取れるんだったら取りたいよね。いや、南行ってみるか。出陣するぞ。どうなる。仕留め取った。志、あ、そうだ、同盟国3カ国で志が通ったんだ。特製効果解放、ゴズメ妖精が解放されました。どんな効果だったっけね。これだ、決戦時に多勢力との連合軍になると部隊の戦闘力が上がる。結構いいかもね。で、問題はここなんだけど、先月の収支です。やばいよなこれ。中野城決戦になるのかこれ、ひょっとして。相手の軍が攻めてくるぞこれ。鎌原城取ってから、鎌原城取ってから中野城に取って返して間に合うかな。間に合わないかもな。逆に考えればこの武田軍の部隊が中野城に攻め込んできてダメージ少なく返せたらカウンターで上原城取れる可能性はあるんだよね。中野城はでも3万人ぐらい出るから兵数不利で戦うことになるな。この城には触れない方がいいかもね。この兵減らしちゃダメだ。なんか寄せてるふりをして引き返そう。いざ参る。先陣を切らせてもらう。あ、待てよ、この辺りの山で戦ってもいいんだこれ。だから相手が向かってくるんなら
相手は南を攻められると思って勘違いして前に出てくる。そこ徳川家の徳川家康軍と武田家の馬場信春軍、あ、武田が勝ったぞ。あれおかしいぞ。あれちょっと待て、これはまずい、思ったよりも早く戦が終わったぞ。ちょっと待て、これは義来るか。やはり義に生きる武将として、かしこまった。義により後輩たす、義により、やはりここはな。あー、これはいかん。これはいかん。これはとても良くない。やるしかない、これはやるしかない。中之条守るためにも勝てるのか。でもこれ19000対13700、武将の質は、相手大した武将いない、こっちも大した武将いない。ちなみにこの戦、陣形は進出鬼没がいいかもな。お任せよ。この奇襲作戦行くぞ。武田の主力は来てないんだ。勝てるかもしれん。敵が陣を張っているようです。あ、これ俺たちが後についたから、いやー、俺たちこれ陣なしか。これ不利だな相当。しかも相手はどんどん兵が増えていくんでしょ。これみんなで隅っこから、隅っこ大作戦しかないな。橋の方から、今回は陣守る必要もないからな。さあみんなこの山に登るんだ。ひよどり越えみたいなことをしてみよう。この山の上に張った陣、これを狙いたいね。守るに安く、攻めるに堅い地形のため戦況は少し傾いているようです。何そんなのあるの、それ初めて聞いたけど。敵は動いてないみたいだね。なめやがって。来たぞ、2300人もいる。兵数で負けてるのが厳しいな。陣地健在、よし行くぞ。さあ突っ込め、いけんのか。こいつを攻撃したいな。とにかく強襲でも構わない。いる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 。相手動いてないな。来た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 。ここに強襲を当たれるのか。よし、これはいける。これはめっちゃ刺さる。よし、こうしてここ、よし、強撃刺さった。いいぞ、これはでかい、これはでかい。来てる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 。あー、足止めもらっちゃったよこれ。大丈夫か。大丈夫だね。いやー厳しいな。うまく当たれてはいるのに。はっ、奇襲げ、なんかいた。攻撃もちょいちょいできてるんだけどな。苦しい、苦しいな。まずい、この部隊が1600人の部隊の士気がなくなる。逃げろ逃げろ、逃げ切れるのか。敵の居所知れました。よし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 、1個改造させたぞ。これはでかいのか、どうなんだ。やりたい、前。う、農兵が戦に疲れている。あー、神泉信綱が改造した。やばい、いやダメだこれ、もう苦しい、士気がない、もうダメだ、負けだこれ。あ、ダメだこれ。わあ、あ、ダメだ、士気がない、ダメだ、負けた。やりたい。全然差を覆せなかった。負けた。くそー、こりゃやべえ。武田家の背後をついたはずが、逆に攻め込まれ敗走することになってしまった長野家。この一手が長野家の趨勢を大きく左右することになっていきます。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。